リコトホーは中華民国籍の日本在住の小説家、日中翻訳者である。母語は中国語であるが、日本語で作家活動を行っている。リコトボンはペンネームであり、本名非公開。1989年に台湾の農村で生まれ、15歳から日本語を習い始め、同じ頃から中国語で小説創作を試みた。 国立台湾大学卒業後、2013年来日、早稲田大学大学院日本語、教育研究科修士課程入学、後終了。2017年、初めて日本語で書いた小説、読部で第60回群像新人文学賞優秀作を受賞し、サッカーデビュー。同作は、通勤電車の中で浮かび上がった、死ぬという一語が創作のきっかけだったという。 一人前台湾版は、自役で観光。2018年10月1日、日本の永住権を取得した。2019年、5つ数えれば三日月がで、第161回、芥川龍之介賞候補。同作は後に単行本化し、第41回、野間文芸新人賞候補となる。2021年、ポラリスが降り注ぐ夜で、芸術編賞新人賞を受賞。 同年、悲願花が咲く島で、第34回、三島幸男賞候補、第165回、芥川龍之介賞受賞。文芸史のほか、日本ドットコムや、ふと手法、洋紙文芸など、日本と台湾のメディアにて、コラム等を執筆している。役所は、辞書以外に、東山明、越境がある。レズビアンであり、反出生主義の思想に共感しているところがある。 過去にツイッターで日本の立憲民主党の支持者と表明し、当時の日本の首相である安倍晋三や東園国際空港を李登記空港とする解明案を提案した在日台湾人団体を非難したことがある。台湾の政治についても民主進歩党やひまわり学生運動の参加者などのリベラル派におむね好意的であり、保守派、親中派の中国国民党や身分証番号など、 試験の制限につながるものには批判的である。ありがとうございます。